アグレッシブは、アグレッシブ急走改定のネームシップである。この艦は、米海軍において、唯一のアグレッシブと命名された艦であり、この名前は後に、ジョニー F ・ケネディの打ち出した、軍艦は、平和維持のためにだけ存在すべしという考えにおいて、不適当だと誤解された。アグレッシブは、ステファン・エム・アーチャー夫人がスポンサーとなり、コネチカット州。 スタンフォードのルーダーズ海洋建造で建造され、ニューヨークのブルックリン海軍交渉で竣工した。艦長には LT ローレンス W ケリーがついた。1954年、アグレッシブはこの年の大半を改造のために交渉で過ごした。翌年2月、AM-422 から MSO-422 に種別が変更された。アグレッシブが配備されるとすぐに、 アメリカ南東の沿岸での総会に参加した。1958年レバノン危機においては、米軍の輸送も行った。アグレッシブの母校は、その生涯すべてにおいて、チャールストンで、そこにある海軍機雷戦学校や、パナマシティの海軍機雷防御研究所、キーウェストの機雷評価委員会、ホートローダーデールの海軍法、研究試験機関においてへの練習戦にもなっていた。また、 アグレッシブは大西洋やカリブ海でのいくつかの艦隊演習にも参加した。1970年10月1日にはアグレッシブの退役の準備が始まり、翌年7月2日に退役した。1975年2月28日に海軍の現役艦リストから名前が削除され、1980年5月に r e ウィリアムズにスクラップとして売却された。 ありがとうございます。